こんにちは。楽ジャブ運営事務局の松村です。今回ですね、楽ジャブに掲載されている会社さんから、採用ですね、決まりましたということで報告いただいたので、ちょっとその話をさせていただきます。その会社さん、2DCG のデザイナーさん募集をしていたんですけれども、単なるですね、2DCG が作れる方っていうのももちろん募集しているんですけども、それにプラスアルファでですね、こういうことができる、ああいうことができるっていうですね、何か提案をしてくれるような方っていうのをですね、求めておりました。でですね、その会社にアフターエフェクトを使えるような方がですね、募集してきて、映像制作っていうところの畑でですね、今まで仕事をしてきたんだけれども、そこからですね、イラスト系、2D 系の仕事もしつつ、今までのアフターエフェクトでのスキルも活かしていきたいということでですね、応募されまして、で、話をしていく中でも、非常に人柄も良くてですね、クリエイターとしてこれからですね、仕事を一緒にしていきたいなと、会社さんの方でも思ったということでですね、採用に至りました。で、今もですね、そういった、アフターエフェクトでのですね、仕事というところもやりつつも、イラスト、ゲームのですね、2D のグラフィックでの仕事というところもですね、両立させています。で、やはりですね、2DCG のデザイナーさんとしてこれから仕事をしていきたいと考えられている方にはですね、そういった、イラスト制作、2D のグラフィックっていう部分はですね、もちろん、仕事としてあり続けるんですけれども、やはりですね、一時期のソーシャルゲームの流行りっていうところよりはですね、だんだんとそのイラストの制作っていう部分は仕事が落ち着いてきていますので、単純にイラストだけですね、これからも食べていこうとするのであれば相当なスキルが必要です。なので、仕事をですね、これまでも、順調にですね、受けてきている方っていうのはですね、そのスキルをさらに高めていただければと思うんですけれども、これからですね、2D のイラストの仕事に挑戦したいというぐらいの方だとですね、結構ハードルが高くなってきております。そこでですね、イラストっていう部分だけではなくて、プラスアルファの部分、例えば UI 制作周りをやったことがあるだとか、バナー制作、クリエイティブにもですね、興味があるだとか、映像制作の部分、アフターエフェクトが使える、フラッシュが使える等々ですね、そういった何かしらのプラスアルファのですね、アピールをしていただくっていうのがですね、会社さんからですね、この人いいなと思われるためのですね、一つの方法です。ぜひともですね、そういった採用の実例からですね、学んでいただいて、求人の情報を募集する際にですね、活かしていただければと思います。興味のある方はですね、いろんな求人の情報ありまして、その中でですね、こういうこともできる人がいたらいいなっていうのはですね、求人の情報として載っておりますので、2DCG のですね、デザインの、求人の情報をですね、いろいろと楽ジャブの中から見ていただいて、ここは自分に合いそうだなと思うところがありましたらですね、ぜひともそちらにも応募してみてください。どうぞよろしくお願いします。それでは。